ハーブ・ペノックは1910年代から1930年代に活躍したアメリカ合衆国の野球選手。ポジションは投手。ペンシルベニア州ケネット・スクエア生まれ。左投げ、スイッチヒッター。ニックネームはザ・ナイト・オブ・ケネット・スクエア。1920年から1930年のヤンキースの主軸投手。日本にフォークボールを伝えた選手としても知られている。 1912年18歳でアスレチックスに入団3年目の1914年には28試合に当番し11勝4敗の成績を挙げたがアスレチックスでは先発投手として定着せず1915年シーズン中にレッドソックスに移籍するペノックがチームの主軸投手となるのはボストンに移籍して5年経った1919 19年からのことである この年初めて年間200イニング以上を投げる機会を与えられ、16勝8敗、防御率2.71の成績を収める。1921年までは、レッドソックスの中軸投手として、ほぼ安定した成績だったが、1922年に10勝17敗と大きく負け越し、その年ヤンキースにトレードされる。ヤンキースでは、 1924年と1926年にそれぞれ20勝に達したほか、1932年までの間に4度ワールドシリーズに出場した。ワールドシリーズでの通算成績は5勝負けなし、防御率1.95とポストシーズンに強いところを見せた。1934年40歳で現役を引退。引退後、ペノックはレッドソックスのコーチと ファーム組織の責任者を務めた後、1944年から1948年はフィラデルフィアフィリーズのゼネラルマネージャーを務めた。1948年に記者投票によりアメリカ野球伝堂入り選手に選出される。同年の一決で死去。彼が死去したのは伝堂入りが決まる一週間前だった。ありがとうございます。